サッカーの試合にハプニングはつきものです。当チャンネルではこれまで日本代表戦で起きた思わず笑ってしまう衝撃なプレーを紹介してきました。今回もご好評につき第6弾日本代表戦で思わず笑ってしまう衝撃なプレーをした日本人選手と監督を紹介します。カタールワールドカップや3月のキリンチャレンジカップで生まれた新たな珍プレーも紹介するのでぜひ最後までご覧ください。まずは昨年に現役引退を発表した日本代表や浦和レッズの伝説的なムードメーカー槙野智章の珍プレーを紹介します。ロシアワールドカップアジア最終予選第9節のオーストラリア戦、日本は勝てばワールドカップ出場が決まる大一番です。日本は40分長友のクロスにジャガー浅野が合わせて先制。その後は1対0のスコアのまま進行しますが82分に試合が動きます。原口が前線からの守備でボールを奪うと井出口がドリブルで運んでペナルティーエリア外から強烈なミドル、2対0で日本が勝利し見事ワールドカップ出場を決めました。そして試合後、ハナクソホジッチことハリルホジッチ監督に選手が水をかけて日本の勝利を祝福。多くの選手が遠距離から水を優しくかけているのに対し、槙野はハリルの正面に立ち、おーと叫びながらゼロ距離射撃。完全にノリが大学生のサークルの飲み会です。ハリルも濡れすぎて海の妖怪のようになっています。個人的には槙野おなじみのマーライオン式給水法でぶっかけてほしかったですが、さすがに今後のメンバー選考を考慮して控えた説が濃厚です。そして大会直前にハリルはまさかの解任。選手とのコミュニケーション面などの課題はあったにせよ、ここまで祝福されてからの解任は少しかわいそうです。続いては小ネタにはなりますが、コパアメリカ2019エクアドル戦のじわじわエピソードを紹介します。前半から川島英治の自作自演スーパーセーブなどもありましたが、中島翔也とエクアドルフォワードメナのゴールで1対1で試合を折り返します。そして迎えた56分、冨安が相手のロングボールをヘディングで弾くと、こぼれ球をめぐって柴崎とミッドフィルダーオレフェーラが激突。柴崎は頭突きされたような状況になり地面にうずくまります。柴崎はあまり感情を表に出すタイプの選手ではありませんし、このリアクションは相当痛かったのでしょう。そして一時はピッチを離れますが、3分後に頭にハチマキのように包帯を巻いた柴崎が再登場。応急処置なので仕方ないですが、芸人のユッティに似ていてじわります。これにはヘアバンドと奥さんが可愛い点が共通点。小さいことは気にしないのにパス精度は高そうなどのコメントも見られました。ちなみにユッティ氏本人は FC 東京の熱狂的サポーターらしいです。サッカー好きからすると芸能人がサッカー好きを公言するとかなり好感を持てる気がします。自分だけでしょうか。続いてはオナイウアドの珍プレーを紹介します。オナイウはレノファ山口や横浜 F マリノスでプレーした経験があり、現在はフランスリーグ1のトゥールーズでプレーしているフォワードです。ナイジェリア人の父親を持つオナイウは高い身体能力を持ち、日本代表のエースストライカーに名前が挙がるほどの選手でした。しばらく日本代表に招集されていませんが、まだ27歳ですし、今後の活躍次第では代表復帰もあり得るポテンシャルを持っています。そんなオナイウの代表デビュー戦がキリンチャレンジカップ2021のセルビア戦です。オナイウはスタメンではありませんでしたが、後半開始からフォワード古橋と交代で A 代表デビュー。そして1対0で迎えた64分、絶妙なスルーパスに抜け出した伊藤純也がペナルティーエリアに侵入。伊藤はシュートも打てる状況でしたが、冷静に左を並走していたオナイウに完璧なクロス。オナイウがこれにしっかり合わせてゴールネットを揺らしますが、その勢いのままゴールポストに股間が衝突。ガシャンと大きな音が鳴っており、非常に痛そうです。サッカーでは体を投げ出してのゴールも多く、ゴール後にポストや相手選手と衝突する現象は頻繁に起こります。当然痛そうではあるのですが、ゴールによる興奮が勝ちます。しかし、このオナイウのゴールだけは追加点を喜ぶ気持ちよりも痛そうが先に来てしまいました。それほど思い切り股間をぶつけていますし、男なら誰でも悶絶するレベルだと思います。オナイウも実際、ゴール後に足の裏でポストをガンガン蹴るという独自の痛み緩和方法を採用しています。さらにゴール後にオフサイドフラッグが上がり、まさかのノーゴール。オフサイドディレイをなくすべきだと思った瞬間です。しかもリプレイを見ればわかりますが、伊藤がクロスを上げた時点でオナイウはボールより後方にいるため、おそらくオフサイドではありません。さすがにかわいそうすぎて泣けてきます。しかしオナイウはこの誤審股間クラッシュの反動かは分かりませんが、代表2試合目となるカタールワールドカップアジア2次予選キルギス戦ではハットトリックを達成。個人的に結構好きなフォワードなので、また代表で活躍する姿を見てみたいですね。続いてはカタールワールドカップで圧倒的な人気を誇った本田圭佑の解説を紹介します。数々の名言を生み出した本田ですが、特に印象的だったのがドイツ戦の後半アディショナルタイム。日本は PK でドイツに先制され、
内容的にもボコボコにされていた前半戦から一転、森保監督の奇策ともいえる超攻撃的 3-4-2-1 システムで怒涛の攻撃を展開し、堂安浅野のゴールで見事逆転を果たします。そしてこのリードを守りきれば勝利が決まる局面で90分が経過し、アディショナルタイムは7分と寺川アナがつけると、7分と本田圭佑、その後も7分もあると長いアディショナルタイムに疑問を呈していました。以前まではアディショナルタイムは長くても5分程度が通例でしたが、カタール大会からはゴールセレブレーションや VAR のチェックなどの時間を正確に測定してアディショナルタイムを算出するようになったため、7分も珍しくはありません。とはいえ、ホンダがバリバリ現役だった時代よりは明らかに時間が伸びていることに加え、勝っている日本からすれば一刻も早く試合が終わってほしいという思いもあり、あのようなリアクションになったと思います。ホンダはさらにスペイン戦でも寺川アナの「ホンダさん7分あります」に対して「7分?」と半分笑いながらリアクションを取り、前も同じこと言った気がするわ、嘘やん、長いて、などアディショナルタイムの長さに関西人のイントネーションで苦言を呈しています。さらに日本戦だけにとどまらず、決勝のフランス対アルゼンチンの試合でも前半のアディショナルタイム7分という表示に対し、7分これ何回言わせるんですかとネタにしていますし、後半のアディショナルタイムが8分だった際には8分と少し控えめなリアクション、これには勤務時間残り7分になったらいつも圭佑本田が脳内に出てくる、7分じゃないと露骨にテンション下がってて草、決勝後半も本田のために7分にしてほしかった、などのコメントも見られました。日本代表に選ばれなくなっても様々な形で話題になり、日本サッカー界を盛り上げるのはさすがですね。続いては7分を耐え切って劇的な逆転勝利を収めたカタールワールドカップ第一節ドイツ戦後のインタビューを紹介します。試合後、自身4度目のワールドカップ出場を果たして勝利に貢献したベテラン長友は、もうみんなブラボーブラボーブラボーと爆音で叫び、かなり興奮していることが伝わってきます。またその後も、本当に今日来てくださったサポーターの皆さん、熱い応援ありがとうございました。そして日本から熱い応援、僕らにしっかり届きました。最後の最後までみんなで諦めずに戦った結果だと思います。本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとう、よっしゃと大音量で叫んでインタビューを締めくくっています。そしてこの赤髪ブラボールイーチ長友の横で同時にインタビューを受けていたのが若手の久保建英。久保は長友とは対照的に非常に落ち着いていて分かりやすい受け答え、途中で長友の規制が横から聞こえてきますが、久保は顔色一つ変えずに冷静に対応を。さらにその後、戦術についても踏み込んだ議論を交わす久保の横から、ブラボーブラボーブラボーと長友のうるさすぎる叫び声。しかしこれにも久保は顔色一つ変えず、くすりと笑うことすらせず、長友が一人で暴れているようにしか見えません。これには若手がめちゃめちゃまともな受け答えしている中で、隣でゴリラがウフウフしてるのめっちゃ好き、カラオケでたまにある現象、ドイツより長友の方が圧力強くて草、などのコメントも見られました。さらに久保は、まあそこでユートさんも言ってますけど、歴史的瞬間じゃないかと思いますと長友の暴れっぷりを踏まえた冷静なコメント。プレーに加え受け答えまでクレバーすぎます。ちなみにドイツ戦だけでなく、スペイン戦後は田中碧のインタビューの横でブラボーと叫んで田中碧にガン見されていますし、本当に声が大きいことがわかります。勝利をかみしめながらも冷静な若手選手と、感情のままにブラボーを連呼する赤髪脳筋アモーレブラボールイージ長友とのギャップが面白いインタビューでした。今後は若手の誰かに長友係を受け継いでほしいですね。先ほどは長友のブラボーにも一切動じることない落ち着いた受け答えを見せ、プレー中もサッカー IQ の高さを生かして賢くプレーする久保ですが、私生活では長友以上に脳筋説が提唱されています。まずはこのシーン、久保はなんとロング丈のダウンコートの上からユニフォームを着ています。意味不明です。パツパツすぎてアメフト選手のようになってしまっています。隣の伊東純也は試合後で体が温まっているためコートは着用していません。ベンチで待機していた久保は体が冷えないようにコートを羽織っており、そこから整列の際にユニフォームを着ることになったと思うのですが、普通コートを脱いでユニフォームを着ますし、手間的にもそちらの方が楽なはずです。にもかかわらず一度コートを脱ぐのが面倒で上からユニフォームを着ればいいやという発想、バカと天才は紙一重というのはこういうことなのでしょうか。また肩を脱臼した際、加藤浩次に肩の調子について聞かれると、はい、肩はもう外れただけなので全然大丈夫ですと脳筋コメント。肩が外れてから問題なのに笑って外れただけなのでと言ってるので、何をどう心配したらいいかが分かりません。骨折しても骨が折れただけなんでとか言いそうでじわります。久保の脳筋エピソードはまだまだあります。インタビューの途中にマスクを外す際、
通常の人間であれば耳にかかった紐を外しますが、久保は鼻や口を覆っている部分をつまみ、そのまま力技で外しています。これにはプレーの繊細さからは想像できない脳筋さ、他の日本代表ならダブルタッチしてしまうプレー、暴れ狂うゴムをものともしない精神力などのコメントも見られました。さらに 2-1-2-2 シーズンで久保が所属していたマジョルカが最終節で一部残留を決めた際には、久保はなぜかゲームシャツではなくゲームパンツの方をファンにプレゼントし、パンツ姿で踊り狂った後、なぜかパンツ姿でグローブをはめてゴールキーパーとしてチームメイトからのシュートをセービング。ファインセーブするたびにファンからの歓声も湧いており、チームを盛り上げていることがわかります。これにはパンツよりシャツくれ、いよいよ竹も二刀流か、脱ぎたがりで可愛いなどのコメントも見られました。久保といえば冷静なイメージですが、実は日本代表で長友の役割を受け継ぐのは久保かもしれません。今後も日本代表でその脳筋プリを遺憾なく発揮してほしいですね。続いてはシュートを外したのにヘラヘラしていて炎上していた過去を持つ浅野の珍プレーを紹介します。浅野はスピードタイプのフォワードであり、サンフレッチェ広島時代は圧倒的な破壊力を持つスーパーサブとしてリーグ優勝に貢献した実力者ですが、ゴール前での決定力の低さやクラブの不調でも森保監督がなぜか招集し続けることなどが批判されがちな選手です。その一方、カタールワールドカップでのドイツ戦では一瞬の隙をついた裏抜けから神トラップ、神シュートでノイアーのニアをぶち抜き、日本の奇跡の逆転を演出するなど、いい意味で予想を裏切る抜群のパフォーマンスを発揮することもあり、浅野ガチャとも呼ばれています。そして浅野の動きが話題になったのが、先日行われたキリンチャレンジカップ2023のウルグアイ戦です。3分、左サイドハーフライン手前で鎌田からのパスを受けた三笘がドリブルを開始、そのままスピードに乗りペナルティーエリア手前までボールを運びます。試合を見ていた方ならわかると思いますが、三笘がドリブルをした瞬間の会場の歓声はものすごかったです。三笘への期待の高さがわかります。そして三笘の前方にはフォワード浅野とウルグアイディフェンダーが2人、この状況の場合浅野は斜め前にランニングすべきだと思います。こうすることで浅野に誰も相手がついてこなければ、浅野を使えばゴールキーパーと1対1の状況を作れますし、浅野に相手が1人ついていったら三笘は相手ディフェンダーと1対1になり、ドリブル成功率は大きく上がります。そもそもドリブラーのすぐ前を走るとスペースが消えますし、パスを受けるにしても角度があった方が受けやすいので、ボールより前を走るプレイヤーは斜め前を走るのが原則です。東京五輪メキシコ戦での三笘のドリブル中の上田綺世のような動きが理想的です。さらに浅野は相手ディフェンダー1人に押されて三笘のシュートコースを塞がれています。そしてこのプレー、スタンドで試合を観戦していた女性の邪魔だよという声が映像に入ったことで話題になりました。これにはまさか日本に三笘のドリブルを止めれる選手がいるとは、さすがの三笘でもディフェンダー3人はきついか、球技大会の時の俺で草などのコメントも見られました。浅野は浅野の持ち味があって悪い選手だとは思いませんが、三笘との連携面などを考慮するとやはり上田綺世などと組ませる方がいいと感じますね。最後にキリンチャレンジカップ2023のコロンビア戦から森保監督の謎のメモを紹介します。3分、日本は三笘のヘディングで先制する幸先のいいスタートを切りますが、33分にはコロンビアに同点ゴールを許します。そして1対1で迎えた61分、コロンビアフォワードボレのスーパーオーバーヘッドで1対2となり、内容的にもコロンビアに押し込まれる時間が続いています。そこで森保監督は最後の交代枠を使い、ミッドフィルダー森田に変えてフォワード浅野拓磨を投入。この時森保監督は浅野に何かが書かれたメモを手渡しています。スタジアムは歓声も響いていますし、簡単な指示なら口頭でも問題ないですが、複雑な指示を与える際にはこのようにメモを手渡していく方法が取られることもあります。しかしすぐに試合が再開されたため、浅野のメモを受け取ったキャプテンの遠藤航はしばらくメモを手にしたままプレーを強いられましたし、その後板倉にメモが回りますが、意図が伝わらなかったのか、センターバックでコンビを組む瀬古と相談した後、森保監督に聞きに行くというシーンも見られました。これには森保監督のメモの内容をめぐって SNS でも様々な議論が起こり、中には11人全員を大谷翔平にしたフォーメーション図や三笘とベンチナウなど大喜利状態にも発展しました。しかし実際は中盤をダイヤモンド型にした 4-4-2 へのシステム変更を指示するためのものだと判明。この 4-4-2 は練習では試していないシステムであり、選手たちが困惑するのも無理はありません。しかしシステム変更以降、トップ下の久保を中心に何回かチャンスを作れていました。久保自身もこのシステム変更について、即興性というかすごく思い切れがいい判断、人にはめないといけないので人と人との交代じゃなくてフォーメーションを変えて攻撃的にというのはすごくいい判断だったと思うとポジティブな意見を述べていましたし、森保監督の判断自体は評価できます。カタールワールドカップのドイツ戦でもハーフタイムに大きく戦術的な修正をしたことで
ドイツの対応を後手に回らせて逆転に成功しました。このことからも分かりますが、ハーフタイム以外で大幅な戦術変更を選手全員に共有することができれば大きな武器になります。問題は伝達の方法。今回のように練習でやっていないことをメモで指示するだけでは伝わらないどころか、布陣が乱れて逆効果になる可能性すらあります。途中交代の選手に戦術をしっかり共有したり、プレーが切れたタイミングでピッチの選手に細かい指示を出すなどの工夫も必要だと感じましたね。今回は第6弾、日本代表戦で思わず笑ってしまう衝撃なプレーをした日本人選手と監督を紹介しました。長くプレー面でもネタ面でも日本を支えてきた芸人枠の川島英二や長友が代表メンバーから外れたため、新たな芸人枠が欲しいところですね。個人的には脳筋久保や BPFA 爆速プレッシング老け顔ワンパンマン前田大自然などに期待したいです。また長友には現役を引退してもハイテンションブラボー系解説者として日本サッカー界を盛り上げてほしいなと感じます。頑張れ日本。